こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。本日11月17日日曜日、いよいよ待ちに待ちましたです。第2回のイベントの開催日ですね。南新宿山のホール、ちょうど外まで来ております。近くにいますということで、そのイベントは関係なしに、中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。なんかピックアップ紹介ありますね。見てみましょう。今日も精一杯お手伝いしますね。はい、村のこの商店街の人たちは全部出ます。イベントもう一度確認してみますか。せっかく今日イベント日なんで、セカンドアニバーサリーフェス記念の特別な召喚&制裁席が本日24時間限定で出ますね。そうだったんだ。また、動画の配信も、ご覧の通り行うみたいで、ただし歌唱パートの配信はどうも権利の関係でないみたいです。出演はこのメンバーですね。先ほど言いました商店街、冒険を共にする人たちと、それからですね、三者三様、小田切双葉役かな、金沢舞さん、スロースタート、一ノ瀬かな役、近藤玲奈さん、ニューゲーム、鈴風青葉役、高田裕樹さん、ステラの魔法、本田玉木役、中野マリアさん、金色モザイク、大宮忍役の西飛鳥さんですね。早速ですね、召喚、今日限定の召喚ってあるんだ。やってみますか。お、夢クイーンエディなんかも召喚あるんですね。優勝召喚これ、そうですね、24時間限定は優勝召喚だった。ちなみに提供割合見てみると、ああでも星5 2% でそんなに高くない。何がすごいんだろう。ああこれがチャンスアップホルダー10を消費した時のみ、5% に上がる。まあそうですね、いいんではないでしょうかね。今豊かの弟子入り志願を引き続きやってます。でもめくいエリーですよね、やっぱりね。11月22日まで、これをやってみたいと思います。提供割合は何だろう。やっぱり星5は 2%。 何が抜け出てるんだろう。チャンスアップホルダーっていうのがあって、それがあると確率があるんだ。星5ピックアップは、メリーナイトメア、通常バージョンとクリスマスバージョンがあります。これ遊魚って呼ぶのかな、ひな祭りバージョン。メリーナイトメアと遊魚は、星4もありますね。メリーに関しては星3もあるし、あとはまあいつも通りですね。行ってみましょう。まずチケット1枚消費。
原作ってこういう顔だったんですね。アニメと全然違う。またいつでも来てくださいね。今日も精一杯お手伝いしますね。さあ、初回10巻召喚です。夢食いメリー。さんだ。相川千穂。一音以上行く。おお、遊魚の遊魚ピックアップガチャの星音早くも出ましたね。お、もう一度星音。お、これは？ああ、また遊魚。草魚の果実ですね。今日中の人が出ます。本田玉木。また星音来た。結構すごいな。おーっと、メリー星音ですね。お、また星音来た。遊魚多いですね。直木美希でしょうか。さあ次は何だろう。星さんのミリーナイトメア。まだある。学校暮らしとか多いですね。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。出てないキャラがないだってことはリバイバルかな。おっと、覚醒した。メリーも覚醒です。今日も精一杯お手伝いしますね。まあまずまずの結果だったんではないでしょうか。ありがとうございます。ちょっと心配です。さあ、今回のキラノファンタジアクエストは豊かの弟子入り志願ですね。シナリオはもう終わってます。なので、努力を裏切ります。収集と後日談より収集ですね。さあ、でもあんまり時間ないんですよね。ココア持ってきました。準備はいいですね。行きますよ。いっそ気を引き締めなくては。立ち止まらず諦めないで、サポートします。あ、自動で動くようになってんだ。そんな、サポートします。これでどうです。お、すごい。焦らずに行きましょう。じゃあ、いいですね。あ、頭いいな。スキル使わなかったです。これスキル使ってしまおうってなってますかね。スキル使いましょうよ。あ、スキル使わず終わってしまった。すごい、やりましたね。一つずつやりましょう。今度は水の人の出番です。すごそうですね。行ってみましょう。
リズ。これもバリスタになるための修行です。やるしかないよね。みんなに金髪のご加護をお手伝いします。任せてください。やられる前にやっちゃおう。痛かったらごめんなさい。おお、本当は玉木でしょ。集団攻撃なんですね。全力でやらなきゃ。覚悟してください。私に任せてね。私にできることなら。まあ強い取られちゃいますからね。これやるとかわいい。OK です。次も頑張りますよ。いいですね。ユタカも混ぜてください。さて、あ、この2種類のみですね。じゃあ上級やっちゃいましょうか。ユタカも混ぜてください。上級を。ユタカも混ぜてください。こっちの上級やろう。しかいない。さすがにいいのを選ばないといけません。死のまずね、ちょっとなレシーブだったな。ボールがいいかな。怖くない怖くない怖くない。いざ尋常に勝負。ヤフッ。この私の盾となる。回復。任せてください。回復して守ってるんですかね。時間はかけたくありません。すごい。おっと決まった。踏ん張りどころだな。こうすればいいかな。盾役なんですかね。私から行きます。両魚がとにかく弱すぎる。ヤフン。チョセって、あー、そう。ああ無駄遣い。あのね、私なるほど。それでしてるの。花の傘張り技術には注目しているのよ。経験は無駄じゃない。すごい綺麗なんですけどね。みんなごめん。一応魚自体はこの技術が本当わからない。で、ね、なんか自分がアップしてるから、要するに自分に集中して盾になっていってことなんですかね。それよりは早く攻めてしまった方がいいんですよね、このゲーム。みんなの力になれますように。ただいま。 OK、クイックタイム。てか普通だったらこれ勝ちたいなら普通に使うのが一番なんですけどね。しかし本当に守り強くなりましたね。これ超級ですよ。これ以上やられないために。そろそろ少々ポールを
カービィ購入しましょう。ああ大丈夫。そしてこれとっておき、あ、ポールしか働かなかった。いくよ。10はすごいですね。トロピカルビッグウェーブ。一人だけか、すごい虹がかかる。2連打までアップするんで。攻守両方使える技ですよね。結局はチモがとどめを刺してしまう。勝ててよかったです。でも最近安定しますね。これだけもらえた調教は美味しいです。出発ですよ。早く早く。じゃあ一応緑の方やってみますか。緑はこれでいいでしょうか。なんか強そう。緑って風ですけど、ここもちろんここです。それでは行ってまいります。基本的にこのゲームやっぱり攻めるの勝ちですからね。焦らずに行きましょう。立ち止まらず諦めないで。先にディフェンダーを上げてからじっくり攻撃した方がいいのか。皆さんのやる気をアップします。そんな一回倒せばいいんですけどね。倒せないと皆さんのやる気をアップします。そんな相手系相手もどんどんパワーアップするんで。そんな力が湧いてきます。ついに来た。カビ爆発。そんな。ここは耐えねば。そんな。そんなばっかり言ってますね。そんな。反省が足りないようです。バランスがいいですね。ここは投入しなくてもいいかな。そんな。つぶつぶっともないし。みんなで走り抜けましょう。このダブル、これは一気にとどめさせるでしょう。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょう。しない。ふざけてどうなるか分かっていますね。さあ、とどめは刺すのよ。一人だけ死んだ。行きます。そして、とどめはアズニャンだ。アズニャン。すごいな、アズニャン。79,000。やったー、勝ちましたよ。本当に言ったら、不戦のためにやっぱり単独攻撃で強い相手使わなきゃいけないんですけど、普通のクエストだったらこれで十分なんですよね。この集団攻撃の方が強い。ないの敵の数は削るのがいいですから。さあ、ということでチアのシナリオが解放されました。見ていきましょう。さあ、今外なので当然あの Wi-Fi 環境じゃないです。時間かかっております。もう私たちもなんか意味深ですね。嬉しい。あ、え、テッピー怒ってます。もうありがとう。だね。
バーン、抹茶愛。ちょっと困ってますね、チアは。なんかすごい悪そうな顔してます。本当かな、ブラフかな。そうじゃないよ。さあ勝てるか。お待ちどうさま。やったー、いちご大福だね。やはり色は大事ですかね、色分けは。フォーズンエバーグリーン。チッチッチってなんだ。スリー。そう。お待ちどうさま。すごい喜んでますね、チアさん。え、ありがとう。そうね。豊かも投稿します。さあ出発ですよ。はい、朝やったトレーニングが今終わった。トレーニングしなきゃね。すごいわ。スタミナ養成でいきましょう。行ってきます。ちょっと忙しく、ありがとう、助かっちゃった。トレードするとなんかもらえるのかな。求めているのは今のおすすめ。何もないみたいですね。この限界突破は結構大事なんですが、今日か。限界突破すると、お、なるほど。コミガノ一つ持ってたんですね。だから上げましょう。90に上がります。いいゲームができそうです。進化できるのかな。また進化は誰もできないですね。まあ星を進化させよう。有識のを買ってますので、これも進化できますね。力が湧き上がってくる。はい、というわけで、では、沖縄ファンタジアセカンドイホンアニバーサルニーフェス2周年、
こちらイベント行ってまいります。はい、この動画のアップはですねイベント終了になりますが、なのでわからないんですけど、楽しいイベントになればいいなと思っております。さ、引き続き、ゲーム動画で行こうではチャンネル登録増やしたいと思っております。ぜひよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画は最後に、20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。